G2 第5回レディースオールスターシリーズ4日目の第1レースを勝ちました4号艇武井奈美選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ目下3連勝、はい、いいリズムですね。はい、ではレースリプレイで振り返っていきます。角からのスタートですね、はい、スタートトップスタートでした。0台後半いかがでしたか。はい、ちょっとだけ様子見たんですけど、はいはい、入ってると思っていけました。もう勘は合ってますね。勘は合ってます。はい、うん、そしてちょっと抵抗されながらも回ってきましたね。はい、もう、はい、行くしかないと思って、はいはい。まあ、昨日はちょっとなかなかその道中思い切って行ける感触はないと言われてましたが、はい、今日いかがでした。今日が一番乗りやすかったですね。なるほど、はい、1レースでね昨日とかなりコンディションも変わったんですが、はい、調整は間に合ってましたか。そうですね、朝プロペラして、はいはい、もう本番は乗りやすかったので、うん、微調整で後半も行きたいと思います。うん、ではここというところの調整がやっと来た感じですかね。そうですね、今の状態なら。はい、船足自体という面ではいかがでしょうか。船足も、船が一番かかった割には前に行ったので、はいはい、徐々には良くなっていると思います。はい、うん、まあ、後半レースが9レース5号艇で登場ということになりますが、まあ、得点もこれでアップしまして、はい、まあ、後半大敗なければということにはなりますが、はい、もちろん一つでも前を狙っていきます。はい、そうですね、はい、楽しみにしたいと思います。それでは最後ファンの皆様に一言お願いします。はい、後半も思い切っていきます。よろしくお願いします。1レースまくっての勝利、武井奈美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レディースオールスター2レースを勝ちました1号艇津田博也選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は勝負がけ、この1走の陰線、はい、勝負でしたね。はい、はい、ではレースリプレイで見ていきたいと思います。進入はインコースからです。はい、スタートなんですけれども、 いかがでしたかね。ちょっと様子は見ました。風も弱くなってたし、遅かったですね。はい、ちょっとスリット体験はね外に先行される形でしたが、はい、どうでしょう、伸び返しました。いや、伸びは別に普通だと思うんですけど、あのちょっと2が、はいはい、いたんでなんとか逃げました。ちょっと壁もあってというところですかね。はい、ターン周りの感触はいかがでした。なんかこのエンジンもどっちかというともう出足型かなと思います。はい、そうなんですね。はい、その出足を生かす形で調整はされている。そうですね、うん、もうちょっと直線はなんかいろいろやったんですけど、はい、もうちょっとあんまり来なかったんで、もうじゃあ乗り心地と出足で、はい、調整しました。直線も決して悪くはないですか。悪くはないですけど、はい、ちょっといい人だとちょっと足出ちゃうなみたいな感じですかね、直線の。はい、だ今節結構道中競りもありましたけれども、はいはい、その伸びではちょっと行かれることもあるけど、はいはい、出足でちょっと取り返してと、はい、頑張りたいなっていう。それで、まあ、この1着で得点 6.00 ということになりましたので、はいはい、まあ、明日へ向けては、はい、その出足を生かす形で。そうですね、それでちょっとまた何かできないかいろいろ試してみます。はい、それでは明日に向けてファンの方に一言お願いします。はい、明日も頑張ります。陰線勝利を挙げました1号艇津田博也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レディーソルサー3レースを勝ちました4号艇松本明恵選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今節2勝目となりました。はい、では早速リプレイ見ていきたいと思います。はい、進入なんですが本番、はい、まあ、結局4コースでしたが、はい、ピット離れいいですよね。はい、ピット離れが、はい、2日目の後半からすごくいいですね。はい、そうですね、はい、ただもうここ角に行こうと、はい、あ、はい、うん、そうですね、もう回り込まれてたので、もう、はい、全然もう枠なりで、はい、スタートがコンマ1台前半でしたが、はい、いかがでした。はい、もう少し自分が伸びてるように見えて、はい、行ったんですけど、まあ、ちょっとかかってましたけどね。はい、様子見て行ったんですか。はい、ちょっと様子は見ましたけど。今日はかなりコンディションも変わりましたが、道中の感触はいかがでした。はい、そうですね、だいぶもう天気が変わってて、はい、でもそんなに朝乗って悪い感じはしなかったので、はい、まあ、そんなに変えずに微調整でで良かったと思います。うん、はい、もう2日目から方向性も見えたと言われてましたが、はいはい、
もういい状態でいけてますかね。はい、全体的にあのバランスも取れてて、はい、いいかなと思います。船足も含めて、はいはい。まあ、後半レースが10レース2号艇で登場となりますので、はい、もうこの調整で後半もいけそうですかね。そうですね、はい、こんな感じでいけたらいいなと思います。はい、それではますます期待も高まりますので、ファンの方に一言お願いいたします。あの明日の準優勝戦しっかり乗れるように、あの後半も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。3レース勝利を挙げました松本明恵選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レディースオールスター4レースを勝ちました。1号艇戸橋麗華選手です。お疲れ様でした。嬉しいです。ありがとうございます。ね、今節なかなか苦しい戦い続いてましたもんね。そうですね、毎日あの枕濡らしてました。あ、今日はじゃあ大丈夫ですね。はい、良かったです。ではレース見ていきたいと思います。スタートはインコースからの進入となりました。タイミングはコンマ1台前半ぐらいでしたが、はい、いいスタートいけました。そうですね、はい、いいスタートいけたと思います。はい、結構ね揃ったタイミングでしたが、スタートしてからもどうでしょう。そうですね、ずっと回った後の足がちょっと壊してしまってたので、はい、そこはだいぶ今日は良かったと思います。良くなっていましたか。はい、はい、セビスさんのおかげです。あ、電気の交換もここは出ていたんですが、はい、では全体的に上積みがありましたか。そうですね、多分1着取れたんで良くなっているのはいいと思います。うん、まあ、回った後の足と言われてましたけれども、乗り心地などはいかがでしたかね。そうですね、今ちょっと久しぶりに前走ったんでちょっと緊張してターンバレてたんですけど多分乗り心地もだいぶ良くなってきているので、あとは自分次第だと思います。うん、まあ、初戦で、ね、アクシデントがありましてプロペラの交換にもなりましたが、まあ、プロペラの調整は、まあ、ある程度。そうですね、プロペラもある程度やったので、あとはもう本体をいろいろやろうと思っていろいろ試してたんで、はいはい、少しずつ良くなってきてて嬉しいです。じゃあ明日に向けてちょっと、ね、明るい兆しが見えましたね。はい、嬉しいです。はい、はい、明日以降も戦い続きますので、ではファンの皆様に一言お願いします。はい、最終日まで諦めずに頑張るので応援よろしくお願いします。はい、待望の白星上がりました戸橋麗華選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第5レースを勝ちました3号艇宇野弥生選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今日は勝負がけでしたが、手応え感じるレースできました。ところどころ、ところどころ、はい、ではレースリプレイ見ながら伺っていきます。進入は3コースでしたが、このスタートに関してはいかがでしたかね。もう最初の旗で、はい、遅いと思ったんで、うん、はい、時計見ずに行きました。はい、ただそんなに早いスタートも周りにはいませんでした、はい、ここ、まくり出していきますが、はい、ここはいかがでしたか。では、はい、ターンとしてはあの、はい、いいターンができたかなと思います。うん、もう思ったところに向いて入っていけた。はい、はい、そしてバックでは前を走る形になりましたが、まあ、船足、今日の仕上がりはいかがだったんでしょう。まあ、良くなったところもあれば、はい、悪くなったところもありっていう感じですかね。はい、このレースに関してはどちらの船足が伸び出足いかがだったんですか。伸びが良かったかなと思います。はい、うん、出足回り足はもうまあ悪くないんですけども、離れが全然ダメだったので。あ、はい、なるほど、ちょっとそこは影響が出ていたんですね。はい、その土屋千秋選手もかなりあの船足いいということだったんですが、はい、そことの比較という点ではいかがでした。そうですね、2周ホームの伸びとかは私の方が良さそうでした。うん、はい、では、まあ、本当に合えばモーターは良さそうですね。はい、はい、はい、まあ、これで得点は 6.00 ということになりましたので、はい、では明日に向けてファンの方に一言お願いします。はい、明日も私らしく走りますのでお願いします。5レースを勝ちました宇野弥生選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第6レースは逃げての勝利、1号艇矢部内瑞希選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあここは陰線しっかりものにできましたかね。はい、よかったです。はい、ではレース見ていきたいと思います。進入はインコースからです。スタート、まあ、一定身ちょっとぐらいのタイミングでしたが、はい、見え方はいかがでしたか。
展示がゼロ台入ったぐらいで、はい、ちょっと遅れたと思ったんですけど、なんかエンジンがちょっと良くなってて伸び返してくれたんで良かったです。先に回れましたね、はいはい。まあ、ちょっとねうちも気になったかとは思いますが、はい、ターン回った感触いかがでした？だいぶ良くなりました、うん。はい。昨日から何か大幅なことをされたんでしょうか？初日がまだ良かったんですけど、自分でちょっと壊しちゃってて、で先輩にペラ見てもらってだいぶ良くなりました。大きく、うん、はい、ペラが変わりました。あ、そうだったんですね、はい。まあ、前半レースもでは船足の手応えとしては、あ、今日はなかなかいいなっていう感触ではいけてたんですか？はい、そうですね、うん、前半はちょっとスタート放っちゃって、はい、下がってたんですけど。あ、なるほど、はい。まあ、2日目3日目がちょっとなかなか調整面苦労されたんですね、はい、うん。今の状態ならしっかり戦える？はい、ちょっと余裕ができました。あ、よかったです。まあ、レディースオールスターは4年連続の出場ということになってますよね、はいはい。たくさんのファンの方が矢吹選手の活躍期待されていると思いますので、はい、また明日から2日間頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、では最後ファンの方に一言お願いします。はい、逃げれてよかったです。予選、順位乗れなかったんですけど、残り2日も全力で頑張るので応援していただけたら嬉しいです。頑張ります。はい、明日以降もぜひご注目ください。6レースを勝ちました矢部内美月選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レディースオールスター4日目、7レースを勝ちましたのは1号艇桜本歩美選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。素敵なマスクですね、はい、同期の片岡くんからいただきました、はい、片岡選手が大好きな森高先輩ですね。はい、ここは見事逃げ切りとなりましたので、はい、では見ていきましょう、はい。マシンには、展示と同じ並びでしたね、はい。お越し位置などはもう想定内で行けましたか？あ、そうですね、はい、展示と似たような感じだったので、はい、うん。まあ、コンマ1台前半のスタートでしたが、本番はいかがでした？はい、ちょっと早いかなと思って行ったんですけど、はい、でもちょっと風が強かった分ちょっと届いてかなかったかなっていう感じですね、うん。1マークのターンですがいかがでしたかね？はい、そうですね、押してくれてたので、はい、すごく良かったと思います、はい。そうですか。ちょっとね、昨日まではというところありましたが、はいはい、ここまでその船足調整面いかがだったんでしょう？そうですね、昨日までペラのちょっとペラをいろいろやってて、はい、ちょっと今日からペラの方向性を変えて良くなったので、はいはい、明日からは大丈夫だと思います、うん、はい。まあ、久々の足上げしたですけれどもね、なかなか調整つかむのに時間がかかりましたか？はい、そうですね、ちょっと自分が最近あまり調子が良くないのもあるので、いろいろ迷い、手探りでやったんですけど、昨日と今日と、しっかり結果が出たので良かったかなと思います、はい。では現状であればフィナッシュも決して引けは取らない感じですかね？あ、そうですね、はい、はい。まあ、今期からは、ね、A1 級に上がってというところもありますので、はい、またリズム取り戻していきたいですね、はい、そうですね、はいはい。では明日以降に向けてファンの方に一言お願いします。はい、まあ、あと2日あるので、少しでも前を走れるように頑張ります。応援してください。7レース逃げての勝利、桜本歩美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。足は第8レースを勝ちましたのは5号艇小野聖奈選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、5コースからのまくり一撃、はい、気持ちのいいレースできました？はい、はい。ではレース見ていきたいと思います。進入は枠内です。5コースでしたがトップスタートでしたが、スタートはいかがでしたか？150でも入ったと思って全速で行きました、はい、うん。あまりこう早いスタートではなかったんですね、全体的に。そうですね、遅いと思いました。うん、そしてここも一気に行きますが、はい、スタートも先行していましたが、こうスタートしてから伸びていく感触ありますか？ちょっとあんまり体感良くなかったんで追いつかれるかなと思ったんですけど、はい、はい、出ていきましたね多分、うん。では、まあ、レースに行けばやはり船足は良かったですかね？そうですかね、ちょっとでもターンで横流れしてるのとかも気になったんで、はい、うん、はい、体感が良くなかったんであんまりバシッとは合ってないと思います。なるほど。まあ、昨日はちょっとね大きな着もあったんですが、はい、昨日はいかがだったんでしょうか？昨日の症状が真逆だったんで、
ちょっとまだ掴みきれてないですね。あ、まあ、でも確実にいい時はあったんですもんね。そうですね、はい。うん、まあ、後半レースが12レース1号艇控えています、はい。まあ、ここまでチルドも全部0度で来ていますが、はい、そのあたりはどう考えていますか。そうですね、マイナス昨日乗ったんですけど0の方が良かったんで、はい、今節は0で行こうと思います、うん、なるほど。あとはまあ乗り心地面、体感の部分ですかね。そうですね、ターンで流れるんでちょっとそこは修正したいです。あ、はい。それでは後半レース期待もかかります。ファンの方に一言お願いします。はい、最後まで一生懸命走ります。応援お願いします。8レースまくっての勝利、小野聖奈選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レディースオールスター9レースを勝ちました1号艇西村美智子選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ここは1着で 6.00 という勝負がけ、はい、もう絶対にという思いです。そうですね、はい、よかったです。よかったです。はい、ではレース見ていきたいと思います。練習入インコースからでした。スタートも、まあ、コンマ1台前半ぐらいでしたが、はい、はい、そうですね、もう天井より、はい、遅いと思ったんで思い切り行けました。うん、もう全速での通過ですね、はい。スタートしてからも外の手気にならなかったですか、ね、そうですね、もうあとはもう、はい、回りだけと思ったんですけど、やっぱなんか悪くはないんですけど、はい、ちょっと重いというか、思いのほか小回りになっちゃう感じだったんで、はい、それで進んでくれてたらいいなと思ったんですけど、やっぱり山川さんには刺されてましたね、うん。ただその後はちょっと前に行く感じはありました、うん、バックで。そうですね、もうあの伸びることを信じて、はい、したらやっぱりちゃんと伸びてくれたので、もうエンジン様々です。はい、やはりモーター自体はパワーありそうですかね。そうですね、ありますね。あ、もう本当に横を言ったら、はい、そのターンがもうちょっとスムーズになるように、はい、うん、できたらいいなと思うんですけど、ちょっと乗り心地が来てないからなんか早く握れないのか、はい、そこら辺がちょっと合ってないので、もうそこを自信持って回れるように、はい、ちょっとペラ調整したいなと思います。もうあとちょっとというところですか。そうですね、本当に、うん、あの悪くないんで、はい、足はいいんでちょっと我慢してこれで乗ってるんですけど、本当はもうちょっとだと思います。うん、はい、まあ、明日はね、準優勝戦へということになると思いますので、はい、それでは最後ファンの方に一言お願いします。はい、まあ、山川さんとワンツーできて2人で準優勝戦乗れそうなので、明日も連に絡めるように優勝戦乗ります。応援よろしくお願いします。はい、ぜひご注目ください。9レースを勝ちました西村美智子選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。足は第10レースを勝ちました2号艇松本明恵選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。実は今節1日のうちの連勝は初めてです、はい。あ、そうなんですね、私も知らなかったです、はい、やったー、イエーイ。ありがとうございます。はい、ではリプレイで振り返っていきたいと思います。はい、2コースからの進入でした、はい。スタートですがコンマ1、一定身ちょっとぐらいだったんですが、あ、もう少し行ってると思ったんですけどね、はい、はい。でもしっかり全速では行けました。なるほど、はい。そして、まあ、1マーク、ここはもうしっかり刺していこうという感じでした。はい、そうですね、はい、刺そうと思いました。ここバック並走して細川選手といかがでしたか。はい、あ、刺さってよかったなって思いながら、ちょっと2マークに行ってみたんですけど、はい、ちょっと2マークが失敗しましたね。はい、あ、もう全然、はい、下手くそでした。自分のターンがというところでしたか。はい、ちょっと思ったところでかけれなかったです。ただこの2周1マークなんですが、はい、ここの判断はどう考えていたんですか。はい、両方考えていたんですけど、細川さんが少し乗りにくそうに見えたので、はい、思い切って、はい、外に行きました。気持ちよくはまりましたね。はい、よかったですね。まあ、改めて現状での船足なんですが、はい、こう今節の中での相対的な評価ではどうですかね。はい、2日目の後半からプロペラの方向性がだいぶ良くなって、伸びはそんなに普通ぐらいかなとは思うんですけど、はい、待ってれば乗りやすさと出足、まあ、ピット離れとかもいいかなと思います。まあ、全体的に上位のレベルにはありそうですか。はい、そうですね、出足関係含めたらいい方だとは思います。はい、
まあ、これで得点が 7.50 ということになりましたので、はい、では明日準優勝戦 もう今の調整を生かしてという形ですかね。はい、そうですね。はい、それでは明日へ向けてファンの方に一言お願いします。はい、今年は準優勝戦乗れて嬉しいです。準優勝戦も頑張っていいレースができるように優勝戦目指して一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、10レース今日は連勝でした。松本明恵選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。芦屋第11レースを勝ちました3号艇森谷美穂選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。シリーズ2勝目となりました。レース早速リプレイ見ていきたいと思います。枠内で3コースからの進入でした。まあ、トップスタートコンマ10ぐらいでしたが、スタートはいかがでしたか。はい、いいスタートがいけたんですけど、その後ちょっと危ないレースしてしまったので、はい、はい、反省してます。うん、今日のこの感触というのはご道中いかがだったんでしょうか。道中の感じも悪くなかったです。あ、はいはい、まあ、2日目勝利が上がった時には、はい、こう船足悪くはないけれどもちょっと乗り心地体感がまだ合っていないということでしたが、はい、その後はいかがですか。はい、今のレースはすごく体感も良くて、はい、はい、よかったんですけど、はい、まあ、乗っててじゃあいい調整はできていたんですね。そうですね、はい、はい、では、まあ、明日へ向けてというところではもうこの調整で行こうと。そうですね、はい、うん、まあ、フィナンシャ改めてなんですが、はい、そのバランス的にどういった何か特徴などあったりしますかね。バランスが取れて全体的に、はい、いい部類にいるのかなと思います。ここまでシリーズ通してのスタートの見え方はいかがでしょうか。はい、はい、自分の中ではしっかりいけてます。はい、はい、それでは明日に向けてファンの方に一言お願いします。はい、いっそいっそ目の前のことを、はい、冷静に一生懸命頑張りたいと思います。見ててください。11レースを勝ちました森谷美穂選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レディースオールスター予選ラストカードを勝ちました1号艇小野聖奈選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、ここ1着守りましたね。はい、はい、では12レースリプレイ見ていきたいと思います。インコースからのスタートです。この前10ぐらいのタイミングでしたが、はい、スタートはどんな見え方でした。全速で、はい、行けました。はい、ちょっと、遠藤選手が先行していましたが、はい、スタートしてからここもしっかり先には回りましたかね。そうですね、うん、はい、まあ、攻めてきましたが、あ、完全に行かれてましたね、はい、前に。あ、ここはちょっと想定外というか、いやー、うん、ちょっとターンワークに寄りすぎて、はい、切れなくなったんで、はい、反省です。まあ、でも2マークはもう意地で先前ですよね。そうですね、エンジンのおかげで、はい、なんとか乗せることができたんで良かったと思います。前半レースではちょっと体感ね違っていたと、ターンで横流れしていた、はい、ということだったんですが、このレースはそうですね、それは改善できたと思います。うん、この船足なんですが、今節の中でのこの評価、はい、比較いかがでしょうか。前件からいいです。ではもう上位しっかりとある。はい、うん、これで得点 8.17、はい、地元で得点トップ通過となると思いますが、そのあたりいかがでしょう。はい、そうですね、嬉しいです。はい、それでは明日の戦いへ向けて全国のファンの方へ一言お願いします。はい、最終日まで一生懸命走ります。応援お願いします。12レースを勝ちました小野聖奈選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。